ウィッチャーはその名を隠して活動する皇帝の諜報員ヘンドリックとベレンで接触することになっていた。その諜報員は皇帝の命を受け、シリの情報を集める任務についていた。だがヘンドリックの元にたどり着くのは遅すぎた。すでに彼はワイルドハントによって殺されていたのだ。残されていたのは諜報員の死体だけだったが、ワイルドハントたちは彼のメモを見落としていた。ウィッチャーはシリがベレン一帯を治める血まみれ男爵の客人になっていたこと、そして魔女と対立していたことを知る。はい、皆さんこんにちは。初めましての人は初めまして、いつも見てくださる方はありがとうございます。はい、テリオンの新米ウィッチャーゲラルトさんの大冒険ということで、本日も一緒に楽しく冒険していきましょう。あとチャンネル登録、グッド評価等もよろしくお願いいたします。はい、では行きますね。前回ね、こちらの血まみれ男爵ですね、血まみれ男爵の、奥さんと娘さんをね探すという依頼をゲラルトさんは押し付けられてしまいまして、シリの情報と引き換えに、まあね、探してこいということで、で今ね、そのそちらの祈祷師さんがいる町までね行くとこなんですが、多分ですね、これちょっと遠いな、おそらくですが、ちょっと地図見ましょうか。目的地は、だいぶ遠いね。これはローチさんね、ローチさん呼ばないといけないね。来てくれたかな、ローチ。で今回ね、マイクをちょっとね、もう一回オーディオテクニカ AT2020USB プラスですね、そっちにね戻してますね。でマイクそれに戻して、なおかつですね、地面とか机の上に置いてポップガードかぶせた状態で今回はやらせていただいておりますね。なんだ。撃たれろ。シリから真っ二つに裂かれるがいい。そこのあなた、お慈悲を、この老人にお慈悲を。どうしたあなた。あなたひどい顔。この年寄りを助けてくれ。どうした。ちょっと前に腐ったれの冒涜者にベルナの神殿が怪我されたんだ。神殿を修復しないとベルナ様がお怒りになる。牛は死に、子供たちはイボだらけになって、犬は谷に食われちまうよ。これね、牛は死に、子供たちはイボだらけになってって、これあれですよね、あの天然痘のことですよね、きっとね。犬は谷に食われちまうよはちょっとわかんないですが、まあ、力を貸しましょう。イボにダニだと危険そうだな。わかった、手伝おう。終わった。神々があなたを使わされたんだね。神殿を修理してくれるものを。俺はウィッチャーだ。仕事ならもうある。伝統的な木造建築の修理は専門分野じゃないんだ。悪と戦うのがウィッチャーの使命なんだろ。物を壊すのは立派な悪さ。分かったよ。もし見かけたら他の神殿も直すよ。壊れた神殿を見たら修理しよう。だがそのために遠回りはしないぞ。遠回りなどない。すべて神々のお導きさ。ひどい顔。これがベルナ神という。てか神殿にしてはしょぼいね。じゃあローチに乗っていくか。で、まあ、AT2020USB プラスなんですけど、まあこれね、今モニターなんだこれ、ベレンのブラックボー、ブラックボーっていう地域に来たのかな。モニターで、まあ、自分の声を聞きながらやってるんですけどね。おや？ゆっくり。なんか人がいっぱいいるね。そのね、モニターの声がね、割りかとね、やっぱり USB の方はちょっと割れるんですよね、音がね。奴らに助けてもらいたいかを知ってる。それに悪夢よ。よいしょ。こちらの方々は何か、さんはたくさんの化け物を、何かイベントがありそうですね。あなたは商人か。買うのかい、ひよこしか。何があるんだ。どんな品物があるんだ。さっきのおばあちゃんの声あれでしたね。あの最初にフライパンのね、おばあちゃんと一緒でしたね、声ね。売り物が
売り物少ないなら松明か、アダルバードカーミスの最初の地図。あー、ウィッチャーの装備を見つけ出せ。こういうのですよ、こういうの、こういうのを購入していきましょう。うん、それ以外は特にないかな。じゃあな。こういうのがね、割かとね、多分後々ね重要になってくんじゃないっていうね、勝手な予想。まあ、この辺のねアイテム、あ、なんだこれ、豚の皮、馬の皮、皮を、あ、これからテメリア、ビジマチャンピオン、テメリアのライウイスキー全部取っていこう。うん、まあ、これからのテメリアはどうなるのかは、これも以前読んでるので今回読まないですね。北方の王と、まあ、これもちょっと気になりますね。あ、ちょっと長いかな。うん、また読んでないやつはそのうちね、まとめて読もうかなって感じですかね。うん、やっぱね、オーディオインターフェース通してるのと通してないのではまたねちょっと響きが違うんですよね。うん、そこら辺のねまた違いっていうのがね、どうしてもね、プレイに影響してくるというか。何もしてない。自分の耳に返ってくる音もやっぱりちょっとクリアかクリアじゃないかっていうところはありますよね。ずいぶん調子が悪そうだ。うん、まあ、ちょっとここはクエスト的なものは、新しい娘は喜ぶから、うちの一人やってもいいぞ。うちの息子の方がいいぞ、男は体も強いしな。何喋ってんのよ君たち。あ、ニーレン、あ、この人なんかイベントありそうだね。ニーレンという名の狩人を探してる。俺だ、何の用だ。ん、奥さんがいなくなったらしいな。それでは。あ、そうだったっけ、奥さんいなくなったの。掲示板を見てきた。俺はウィッチャーだ。奥さんを最後に見たのはいつだ。5日前の夜明け頃だ。狩りに出るとき、あいつはまだ寝てた。でも帰ってきたらいなくなってた。おかしなことはなかったか。おかしなことはなかったか、様子が変だったとか。いや、いつも通り幸せそうに笑ってた。変わった様子はなかった。言っとくが、逃げられたわけじゃないからな。うん、まあまあね、その掲示板を私はいつ見たかちょっと覚えてないんですが、まあ探してみたのかな。単に隣村まで出かけただけじゃないのか。違うわ、妹がこんなに長く留守にしたことなんてないの。探してみたのか。聞いて回ったけど誰も見てないの。みんなが起きる前に家を出たんだわ。一人で遠くへ行っちゃいけないっていつも言ってたのに、言うことを聞かないんだから。村の男を何人か集めて森を探したがいなかった。分かった。じゃあ私がね、妹さん見つけてくるので、その代わりねえ、その代わり妹さんと結婚してもいいかな。森を探してみる。手がかりがあるかもしれん。聞き込みもしてみよう。奥さんの友人は。ハンナは一人でいるのが好きで、時々鍛冶職人の子供たちの面倒を見てたけど、あとは肉屋の奥さんのグレンナと仲が良かったわね。わかった、探してみるが、確約はできないぞ。ゲライトさんさ、いつも確約はできないって言うよね。とりあえずじゃあちょっとこれやっちゃおうかな。ハンナのこと聞こうか、とりあえずね。静かに喪に服したいの。え、喪に…喪に服…静かに喪に服したい。喪に服しちゃダメでしょう。ハンナを救うっていうのがね、我々の目的なんですよ。喪に服したらダメだって。じゃあゲライトさんね、またアイテムを回収して。あ、何してんの。あ、掃除か。うん、あ、この人かな、グレンナ。いや、グレンナか。そうよ、今売れるのは筋肉か髄だけね。ちょっと待ってて。うん、ベレンで肉屋とは珍しいな。肉屋の嫁か。肉屋、今日してよ。ノビグラドの壁の内側に住んでた頃なら肉屋って言えたけど、今じゃ腐りかけた家畜の肉とか死んだ獣の肉を拾ってスープ用に骨まで売ってんの。何か買ってく。まあ
ね、腐りかけた肉とかそんなんばっかりしか食べられないんじゃちょっとお腹壊しそうなんで、ハンナさんのことを教えてください。ハンナのことを話してくれ。仲が良かったと聞いた。時々ここでおしゃべりしてたわ。最近変わった様子は？行き先に心当たりは？うん、変わった様子ないわね。いつも明るかった。きっと狼の仕業よ。最近夜中に遠吠えが聞こえるの。男爵の家来たちも怖がって寄りつかなくなったわ。多分ハンナはキノコでも取りに森に入って奥まで行き過ぎて襲われたんだわ。まあやっぱりどうも。それではやっぱり人狼なんじゃないか説ね。男爵がね、あの農民さんとかなんか知らないかな話。ごめんなさい、こちらですね。こちらのこの民家の方にちょっとお話を聞いてみましょうか。見た？私の筋肉。すごい、父さんもそういう剣を作ってたんだ。触っていい？危ないぞ、やめておけ。お父さんと話がしたい。昔は剣を鍛えたが、今は鎌やクワばかりだ。いい武器が欲しきゃノビグラドにでも行け。まあノビグラドね。ノビグラドにいたからね。とりあえずハンナのことを教えて。ハンナのことを教えてほしい。子供の面倒を見ていたそうだな。ハンナおばさん、どこに行ったか知ってるの？いや、それを調べてるところだ。ハンナは行き先とか何か言ってなかったか？カブは体にいいから食べなきゃダメって言った。森に行くのを見たよ。他の女の人もいた。明るくなりかけの頃、おねしょしないように外に出た時にね。森へ？じゃあもうダメだな。なぜだ？森には狼の群れがうろついてる。村のやつは誰も入ろうとしない。ニーレンだけは怖がってないが、カリウドだから当然か。ハンナのこと知ってる子はいるかな？もう一人の女の人は見たか？知ってる人だったか？ハンナおばさんの前にいたから見えなかった。ありがとう、貴重な情報を。じゃあな。じゃあウィッチャーの感覚を使って森でハンナの痕跡を探すということで、今からね、私森に向かっていこうと思います。でもなんか子供の顔のグラフィックとかみんな一緒だね。まあ森はね、多分すぐ近くなので、まあ、こちらにね、森に行って、ここでウィッチャーの感覚を使ってみましょう。まあ特に森に入った時点では何もなし。そして鹿を捕らえましょうか。ちょっとゲラルトさん、カリウドとしてのセンスはないかな。よしよしよし、では、こちら側に行きましょう。あーすごいね、風の音とかすごいですよ、これね。リアル感がすごいですよ、ウィッチャー。あ、また雨降ってきたね。このね、ベインっていう地域は雨が非常に多いですね。お、この辺りですね、この辺りで失踪した痕跡を探せと。狼だ。よいしょ。ここの森は、前回ね、シリが戦ってたとこではないのかな。どうでしょうね。ちょっと見てみましょうか。ウィッチャーさん、ここで何をしてるんだ？一人で森に入らない方がいい。ハンナを探す必要なんてないの。こんなに時間が経って生きているはずない。ニーレンの倍のお金を払うから、彼にハンナは死んだって伝えて。彼女がどうなったか知りたくないのか？ベレンでこれだけ長く姿を消したなら、もう諦めるべきよ。ハンナは確実に死んでる。彼はそれを受け入れて残りの人生を生きなきゃ。その通りだな。彼女を探す。妹が心配じゃないのか。もうこれだよね。これ一択だよね。変だな。愛する家族ならどんなことをしても消息を知りたくなるものだろう。知ってどうなるの？妹は帰ってこないし、私にはもうニーレンしかいないの。彼まで失いたくないの。それに彼はきっとハンナの仇を討ちたがる。それで命を落とすことになっても幸せに生きてほしいのよ。
いやダメだよ、彼女を探すよ。悪いな、仕事を途中で辞めるのは主義に反する。噂通りね、ウィッチャーは血も涙もない化け物だわ。結構選択肢的にはあれでしたね、難しいところでしたね今ね。いやいいんですよ、調べていなかったらそれでいいんじゃないですか。人間がやったとは思えないな。死体を調べるよもちろん。おそらく長い爪でつけられた傷、肉がそぎ落ちてる。面白くなってきた。はい、ではね、さらなる、探索をしていきましょう。まあ、すぐそばにね、いっぱいこの辺転がってるね。腐った死体の匂い、それに大量の血だ。これ誰かやられてるよね。ハンナだな、文字通り八つ崎か。ハンナもう希望なしだったの。鉄な、これは爪の跡だ、深いな。間違いない、人狼だな、油断できんぞ。まあこれでハンナがもし亡くなってたって言ったらアダを取りに行くって言ってたけど、まあそれをねゲラルトさんが先に倒してしまったらいいんだって。人狼をねゲラルトが先に倒して、それでねアダを取ってきてやったぞってね言えばいいんだって。そしたら幸せに暮らしていけるじゃんね。もう万々歳ですよ。まあね、まあ、ハンナが亡くなってからそのハンナの旦那を慰めてる間にまあちょっとねいろいろあったんでしょうきっと。そしたら人狼、あなんかあるぞ。あこれなんだ、糞か、体毛か。こいつしばらく水浴びをしていないな。やばそうだね。おっと、なんか匂いが続いてるぞあっちに。この演出すごいですよね。これ追っていきましょう。ちょっとゲラルト油断するなよ。あ待てよ、あっちにもなんかあるぞ。あれは普通の植物か。あ違うね、あキノコじゃないか単なる。おっと、あ匂いこれだったね。これを追っていきます。いや緊張しますね。一体何が起こるんでしょうか。おっと光ってるぞ、グルルルって聞こえますよ。あれですか、あれ、あまだこっちに続いてんのか。匂いの跡をどんどん追っていきましょう。あでもやっぱりあっちにつながってんだよね最終的には。来るかぐるぐるいってるよ、ぐるぐるいってるよ。お腹空いてんの。私もお腹空いてるんだよ。ここなんか調べて出てきた。ここでなんかまた体毛を落としてるか。男の服だ、ズタズタだが血の跡はない。自分の服を破って森の中に捨てるやつなどいない。っていうことは次の犠牲者が、次か前か分かんないけどいたと。あの家か、あの家っぽいね、住みかね。もうそうだよね、そこしかないもんね。あとはなんかこうアイテムだよね、あそこら辺に転がってるのきっと。じゃああの家に向かっていきましょう。ウィッチャーやってるとね本当にこれ RPG って感じだよね本当に。まあどっちみちあの家ハリウッドの小屋のようだな。あの家確定だからね。孤立した掘ったて小屋。血は乾いたばかりだ。ここに引きずってこられたのか、どこからだ。ちょっと待って、クマいるじゃん。クマはダメだって、強いよ絶対あれ。見つかったかゲラルト、クマ見つかってないよね、大丈夫だよね。これを調べて、
これは調べられない。というか、クマが引き裂いたんじゃないの、あの、あれは、ね。服。一応、ファストトラベル見つけましたね。じゃあね、ちょっとお家にね、入ってみましょうか。はい、こんにちは。お元気ですか？うん。いやいや、いいね、この雰囲気ね。ほんと、なんかこう、選択がね、選択肢がね、非常にね、こう、スリリンですね、ウィッチャーの選択肢はね。これなんか攻略サイトとか検証もししてる、してるにしてもめちゃくちゃ大変ですよね。どこをどうすればね変わるのかって分岐が異常にありそうですもんね、これね。よいしょ、俺は取れるか。よいしょ、取れないぞ。よし、ワイヤー。あ、石見マスター。あ、石見いいね。私の持ってる石見がグレードアップできるってことか。アルベド、ほう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 。アルベド、なんかね、名前に馴染みがないんで、どういった効果があるのかさっぱりわかんないですよね。おっと、血痕がありますね。うん、ここなんか宝があるぞ。これ回収させていただこう。鍵がかかっている。うん、うん、なんか急に出てきたぞ。何これ。メモだ。不可解なメモ。誰の。取る。読みましょうか。俺は俺だ。それは変えられない。昔話ならパセリで編んだシャツと処女の涙で作った霊薬が効いたが、俺には無駄だ。受け入れないとならない。ハンナの愛と鋼の意志でどうにか制御できるようになった。しかし満月の前には忘れずに森へ隠れなければならない。他の誰にも会わないように、ハンナから遠く離れて。変身は突然訪れ、突然終わった。手には傷があり、口には血の味が残っていた。記憶がないのは幸いなのだろう。弓と矢で獲物を倒すことはともかく、牙と爪で裂くのは、少なくともここ、深い森の中では誰も傷つけない。慈悲深き、メリテレオ、さまよい近づきすぎる者に気をつけたまえ。これは、ハンナの旦那が人狼だったのか、それともお友達が人狼だったのかってとこですよね。そしてお外には誰かいるぞ、多分。はい、セーブし終わりました。これね、意外にね、ウィッチャーね、結構ね、死ぬ可能性があるので、わりかと細かくセーブしていった方がいいかもしれないですね。クマさんとちょっと戦ってみようか。アクチ使おうか。アクシー、うん、聞いたか、クマ。あ、強いぞ、クマ。もう一回アクシー。とりあえずアクシーでなんとかしよう。あ、いけたいけたいけた、いいね。オッケー。このクマをとりあえず退治して。アクシー結構あれじゃない？結構有用じゃない？石屋もね、一個上の、いいやつにね、しましょうか。あ、またクマさんがいるぞ。あ、しまった。あ、でも炎効くね。意外に効くね、炎。イグニでもよかったか。とりあえず、熊狩りして、まあ、もう家は探索したので、帰ってくるかな、もしかして。帰ってきたりするね。でもやっぱ上か。あ、下か。下っぽいぞ。下になんかあるぞ。なんかありますよ、これ。地下室か。おっと、これは、見つけてしまいました。これか。では皆さん、行きますよ。アクシーにしとこうかな。行くよ。さあ、正体を知りに行きましょう。